ロサンゼルス共同、米ロサンゼルスハリウッドで4日に開かれる、米映画の祭典、第90回アカデミー賞受賞式後のパーティーのメニューに、宮崎牛と宮崎県産の焼酎、霧島が採用されることが決まり、各国メディアの関係者に1日、披露された。関係者によると、特定産地の和牛が使用されるのは初めて。アカデミー賞の公式シェフとも呼ばれる著名なウルフギャング、 パックさんは24年間メニューを手掛けてきたが、やっと最高の牛肉に出会えた。オスカー像を送りたいとべた褒め。宮崎牛約135キロを使い、各国のスターにも進めたいと述べた。焼酎の提供も今回が初めて。受賞式のすぐ後に開かれる恒例のパーティー、ガバナーズボールには、各賞の受賞者や候補、映画関係者ら約1500人が出席。 世界各地で選ばれた食材を使った60種類以上のメニューが登場し、米国ではスターが楽しむ料理として話題となる。